キュート武道館、コンサート2013、クイーン・オブ・ジェイ・ポップたどり着いた女戦士は、2013年9月9日9月10日に行われた、キュートのコンサート。映像ソフトは、DVD 版、ブルーレイ版ともに2013年12月18日に発売された。発売元はゼチマ。会場の日本武道館2013年4月3日に、池袋。 サンシャインシティ噴水広場で行われたニューシングルクレイジー完全な大人発売記念日にライブの途中プロデューサーツンクの音声によりこの年のキュートの日となる9月10日にキュートにとって単独公演200公演目の節目となる日本武道館公演を行うことと7月5日に初の海外公演となるパリ公演を行うことがサプライズ発表されたこの公演はハロー プロジェクトでは、史上初めてのモーニング娘。以外のグループによる、単独武道館公演となった。その後、ファンクラブ選考受付が好調なことを受け、春ツアー最終日の6月29日、武道館公演前日の9月9日に、追加公演を行うことを発表した。その結果、単独公演200公演目と、武道館初単独コンサートが1日前が推しになり、 キュートの日とこれら節目の日がずれることとなった。武道館公演の直後から、おおむね本公演の内容に基づいた、コンサートツアー、ド、キュートコンサートツアー2013秋、クイーン・オブ・ジェポップたどり着いた女戦士を7と4 8公演行った。9月9日10日は夜公演のみ、他は、全会場1日に公演。ありがとうございます。